スペースシャトルディスカバリーはスペースシャトルオービターである。コロンビア、チャレンジャーに続いて1984年8月30日に打ち上げられた3期目のオービターである。ディスカバリーは発見するというような意味であることから大航海時代より多くの探検船に使われている。例えば南太平洋を航海し、 ハワイ諸島に到達したジェームズ・クックが最後の航海に用いた小船の一つがディスカバリーだった。また、ハドソン湾を探検したヘンリー・ハドソン、北極探検を行った英国王立チリーが用いた船などにディスカバリーの鮮明が見られる。さらに2001年宇宙の旅に登場する木星探査船の名前もディスカバリーである。1988年に86年のチャレンジャーの 爆発事故以降初めて打ち上げられた。さらに2003年のコロンビアの空中分解事故の後、続けて打ち上げられた。打ち上げは成功したものの、宇宙での活動中に断熱材が剥がれる事故が発生した。しかし問題はないと判断され、ディスカバリーは予定通りに無事帰還した。なおこの時、日本人の野口総一も登場していた。 スペースシャトル史上2度の大事故の後の初飛行は、いずれもこの機体となっている。ディスカバリーはその後も運用を続け、2011年3月9日、米東部時間11時57分に39回目の飛行ミッションとなる STS-133 を終えて、ケネディ宇宙センターに帰還して引退した。これは、スペースシャトルの中で最多の飛行回数である。 ディスカバリーは39回の飛行において、365日と12時間宇宙に滞在し、その間地球を5830周回飛行した。退役後は、それまで展示されていたエンタープライズに代わり、スティーブン・ F ・ユード・バーイ・コール・ハジー・センターに展示されている。この他に、模型のパスファインダーも、オービターとしてカウントされることがある。ダン・マルチャ・スペース・シャトル・ディスカバリー・ランズ、 エンズフライングキャリア。アソシエーテッドプレス。ソルトレイクトリビューン。2011年3月10日。閲覧。a b n a s a NASAFACTS DISCOVERY。2010年10月21日閲覧。NASA。The Long Voyage of DISCOVERY。2010年10月21日閲覧。最終飛行のディスカバリーが、期間27年の任務を得た駅。ロイター。 2020年10月3日閲覧。退役シャトルの終わりの住処か4カ所発表初飛行30周年。朝日 .com h t t p コロンスラッシュスラッシュ w w w ドットアサヒドッスラッシュサイエンススラッシュアップデートスラッシュレイ413スラッシュ t k y 二零一一レイ四一三レイレイ八二と h t m l 二零一一年7月12日閲覧。 スペースシャトルディスカバリー寄せ送る博物館に到着はフップブニュース2012年4月20日ありがとうございます